しましたということでね、先日川口から都内の方に引っ越してきましてね、ちょっとどんなところに引っ越したのかなっていうのをね、ぜひともねちょっと見ていただきたいというね、ちょっと早速ね各々の部屋ちょっと見ていきましょう。こっ、はい、ということでね、玄関からねやってまいりましたけど、玄関は結構和風な感じの玄関ということでね、ここ入るとこう玄関があって、まあお靴入れがありますよとね、ちょっと反らすとテントウムシのスリッパということでね、でこっちこう行きますとね、廊下があって、まあお風呂、まあ、お風呂もね普通に、まあお風呂はよいしょ、お風呂の電気どこ、ここか、結構中は綺麗にしてもらって、綺麗なお風呂ですね、結構広めの、うん、でね洗面台がこうあるね、洗面台あって、ちょびっくりしたのがね、ここにドアがあってねこれ何、あ、ちょっと、あ、わかった、鍵、謎の、ちょっと開け方をまだ把握してないというね、中庭がこっちにあります、中庭が見えねえ、中庭見えねえ、まあちょっとまだ片付いてないですけど、棚類、あ、ございます、またね、ちょっと冷蔵庫新しくなって、一番上はトースターありますね、ここにねこの炊飯器が乗るのかどうか、ちょっとまだ炊飯器の置き場所決まってないんだけども、ちょっと置いちゃおうもんね、えね、まあまあまあ絶対あそこじゃ炊けないけど、高すぎてね、キッチン前はまあこんなんなって、あとねちょっとねコンロがついてないんだよね、しばらくはちょっとお持ち帰りした麺をちょっと調理できないんだよな、早く買わないとね、これね麦茶用のやつとかも買ってる場合じゃないんだよな、まずコンロはね買わない、コンロこうパスタすぐできますよ買ってる場合じゃないんだよ今、パスタはあと、ね、洗濯機置き場ちょっとこうここに当たりそうになるけど、まあ当たんないっていうね、ちょっと見てほしいのがね、ちょっとおトイレなんだけどね、よいしょ、めっちゃくちゃ狭いんだよねトイレね、この足が当たっちゃうんだよね、これ閉めたらね、こうね、狭いというけど、まあまあボシュレットもついてるよという、そしてねここにこの屏風みたいなのがありますけど、ちょっと行ってみましょうか、入りますよ、ガラガラ、あっ、背負部屋でしたね、ちょっとチルってました、はいこれ背負部屋一番でかいんですよ、僕の部屋が一番でかいです、一番でかい、ありがたい、ただ夜だからあれですけど、はい、日当たりがまあね、日当たりはゼロです、日当たりゼロですね、はい、すいません、ちょっとどっから、はい、ちょっと、ね、ヤングキング連載中の瀬尾と北中読んでました自分の漫画を、はい、いや連載してるんですよ、ヤングキングでね、はい、これね、本当あまり知られてないんですけど、はい、僕あの漫画原作者なんでいやそうね、はい、いや結構これ見るまで知らなかったって人は多いかと思いますけども、お願いします、漫画原作手に取ってみてください、これね、ヤングキングで、ヤングキング連載持ってますんで僕ぜひ買ってみてください、すんごい宣伝まあまあまあついでに、はい、ね、あの収納ですね、あ、これ収納、ちょっと、あー、しまったね、綺麗にこれ、これウーバーイーツの、ウーバーイーツの構えです、あ、はい、いつでもいつでも配達はできる、信はできる、ね、近くにでした、もしかしたら背負が、はい、あ、そしてちょっとサボテンです、はい、これなかったよね、これね、サボテンちょっとどうしても欲しくて、え、これ見てください、はい、これ、いやいや、そう、ちょっとなんなん、これなんで上切ってんの、これこれあえてなんですよ、え、で、あえてこれ生やしたかったらしいんです、え、これをね、はいはい、かといってこっから他生えてくるわけじゃないです、これをキープするわけです、僕は、え、え、これもしこの人が、はい、うわー乗っかってったら、はい、不思議なことになる、
もうそういうことですね。であとこの多肉の方のね、あ多肉種の方のもあるんだ。これ2,000円、これあ全部で2,000円か、はい、やっぱ子供の時行った伊豆のシャボテン公園を僕は思い出しますけど、ね、でこれチルね、これの香りだったんだね、はい、ずっともう、はい、すいません、ちょっとお香が好きなんで僕は。いやいや、それはいいっすよ、すごく。今これあの、はい、ラブを炊いてます。愛炊いてたんですか今、はい、ラブを炊いてました。愛だとは気づかなかった、ま、いやこれいいっすよ、これね、あの、ま、家全体がすごくいい感じ、ま、花ですよね。また穴は見せれないものがありますからね。え、モザイクになっちゃうかもしれないけどね。こんなのがあります、ね、予想してください、何が映ってるのか。アメリカの清浄機で、これこれすごいんですよ。何清浄機じゃないですか、はい、あの清浄機史上初なんですけど正方形なんですよね。本当だ、しっかり収まるもんなんだね、ちゃんと。清浄機史上初です。初代プレステ、これ使えるプレステ、これ使えますよ。ちょっと待って、あ、開いた、もうすげえ。インテリアゾーンです。あと初代ジャンプ、これ初代ジャンプ、こだわってんの。あ、ウィーム、ウィーじゃない、スイッチね、スイッチ、ね、スイッチ、あのこれと別にあの机と椅子注文しましたから。え、はい、なんだそれ、いつの間に、はい、マジか、はい、あ、じゃあもっと綺麗な、まあもしかしたらこの辺もね、どんどん変わっていくかもしれない。これね、やっぱ備え付けの残置物なんで、これ、うん、残置物か、はい、じゃあ行きましょう、ね。さあこれ登っていきますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、一番上をカウントしない場合は13階段です。じゃねえかよ、見てき、いってえな、ほら、そんなこと言うから低いからね、そんなこと言うから。ここじゃあ上げていきましょう、こんな感じです。じゃーん、よいしょ、ね、はい、いらっしゃいませということで、なんか綺麗ですよね。あの必要最低限のものにね、落ち着いた、はい、ビーズクッションもありまして、よいしょと、あ、ね、落ち着きがありますね。いや、ここにねお布団があるんだけども、はい、これすらもう閉まっちゃうかもしれないです。マジ、どうやって寝るの。寝るときに一回一回出す。あ、なるほどね、偉いね。すっごくシンプルな、マジでシンプルな、物なさすぎじゃないですか。いや、もう本当にあのパソコンの充電と、はい、モンスターエナジーさえあればちょっといい寝カフェでありますよ、このぐらいの部屋。あ、そう、はい、快活クラブぐらいあるんじゃないですかこれ。なんこれ。すっげえ前に作ったデカスイカですけど、ね、綾波なめのデカスイカ。各種モンスター、で歴代のモンスターキリン、レッドブル、あのあれレアですから、本当にこれレアなんですよ、これレアです、これ、これやばいんですって、キリンね、はい、キリンやばいんすか、これなんと、はい、あの小笠原製粉っていうね会社が出してるんだけど、はい、あの飲み物 の, あのキリンあるじゃないですか、うんうんうん、あっちと裁判になったんですよ、ちょっとあれを匂わせてしまうと、これ負けたんすね、こっちのキリンが、で今名前変わってキリマルになっちゃったんですよ。あ、なのでキリン今売ってないんです。じゃあこれやばいんすね、これはもうだから賞味期限は、え、19年4月21、はい、そうっす、やばいっすね、うん、そういう意味だったんですね、やばいって。食べないですからね、もう中でどんどん腐ってくる。首を長くしてね、待ちましょう。いや食わねえだろ。じゃあこれで以上かな。あ、こっかってね、ここも、ね、そうだね、押し入れで、こっちも、こっちも押し入れ、押し入れが多いんだ。そうだね、以上だね、うん、終わりです。いや、あんねん、まだずっと、ずっと聞いてたから俺信じらんないぐらいピンボケしてる。ザキさんじゃないですか。いや、俺も引っ越してんだよ。まだいたんすか。いや、まだいたよ、いなくなってないから俺も、うん、あ、そう、そうそう、俺の部屋が、ね、奥にあるから。お邪魔していいですか。あ、そうそうそう、ぜひとお願いします。狭いな、うん、おお、こんな感じで、はい、やっぱいきなりあの足つぼが床にもう本当だ。おデブちゃんだから。おデブちゃんたまに言わなくていい。ちょっと出ちゃってる。一応必要最大限の。まだ見えないところにやっぱ冷蔵庫があるから。ここは一応あの赤星と共用で。うん。DJ 機材とか。あ、そう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 。ここにテレビ。隠れ家感がやっぱちょっとね。はいはいはい。マジに、なんか友達の兄ちゃんの部屋入ってみたいな。あ、確かに。だからこういうこれの機材絶対触んないよって言われる。実家感はちょっとあるけどね。うん。
やっぱり友達の兄ちゃんって書籍多かったりするんで、確かにこういうね雑誌ね、そう、何のだろうっていうの多いね。あれ、はいはいはい、あちょっとサインあるじゃないですか。あ、そうだね、これね、すげえ、これはこれ松井秀喜選手の巨人時代にもらったサインです、ね、あ、マジですか、はいはい、あ55番珍しいボールペンでのサインね、あれ鳥山明先生のサインじゃん、しかもサンドランドの時の、あのドラゴンボールじゃないっていうね、え、めず、え、これ、はい、いつもらったんですか。いや、これ僕が書きましたはいはい、これは僕が書いたサインです。僕が書いた鳥山明さんのサイン、あら、はい、あの松井秀喜選手と、これ本物だよ、これ本物です、はい、鳥山明選手の偽物のサイン。鳥山明選手って言ってた選手って言っちゃってるなこれ騙されるな、初見は。ちょっとまあ分かんないですね、うん、逆に松井選手のサインが偽物に偽物、ボールペンだからね、うん、これ本物です、うん、本物、あ、そうね、漫画と漫画揃え方キモ。やっぱ俺あんま一話完結ものが好きだから、うん、あんまりこだわんないんだよね、読み進めるとか。ぶっ込みのとこは一話完結じゃないでしょいや、そうだね、確かにね。あれ、あ、ちょっと待ってください。あ、あんた IWGP チャンピオンだったんですか。あ、今俺なんだよマジ今俺でさ、え、内藤じゃないの。内藤じゃない。え、あの確かにその時俺客で見に行ったけど、客で見に行った、客で見に行ったけど、はい、今俺なのよ。あ、ケンタだっけ。ケンタが乱入しましたよね。乱入したっすよね。うん、で俺よなんえケンタが乱入、ちょっと待って、あ、ちょっとこれは、あ、え、誰、これタイガーマスクです、これ、はい、タイガーマスクがヘビー級のベルトですタイガーマスクはレコードが好きですお部屋の紹介でございましたけども、はい、引っ越しセルフ祝いする。あ、引っ越しセルフ祝い、セルフ祝い、何ですかそれ。はい、下にちょっとあるんで、え、行きましょう行きましょう。なんだなんだ、セルフ引っ越し祝い、うん、こちらです、はい、高級ソーセージプレモルを買ってる、はい、メロンです。本当にすごいな。ちょっとこいつをさばいていきましょう、うん、ということですね。え、めっちゃいいじゃん、祝うぞ。おい、保護色、さあ、さばいていきましょう。ねえ、それを見てる。おお、すごいすごいすごい、2つイエス、いいね、はい、完成です。おっしゃー、はい、新生活に、そうですね、はい、乾杯乾杯、いただきます。ちょっとメロン食いましょうよ、メロン。そうですね、いただきます。いただきます。失礼します。失礼します。うまっ、めちゃくちゃ冷やしてきましたね。ほら、数年ぶりに食うわ。うん、俺も数年ぶりかもしれない。甘いな。しっかりメロンなんですよね。うん。種やもんが2個あるんだよね。なんだ ?2 個。コンロとネットです。ああ、大事。うん、あと今、アンペア数ね。ああ、そうね。この部屋ね、あの、湯沸かすと、ほぼブレーカー落ちるんで。ドライヤーかけれないから。うん、そうね。うん、てか早くやっぱジローをね持って帰ってこないと、うん、終わっちゃうから、その持ち帰りっていう期間も、ね、ちょっと、まあ、そうだから、うん、環境を整えしていろんな動画をね、もっともっと完璧にして、まあ、コンロだな、まずコンロだね。え、うわあらららら、こういうこと、うわすげえな。え、どれがいけなかった、今何がいけなかった。エアコンかな。エアコンか。あ、おつ、おー、ついた、あ、ついた、あ、エアコンかこれこれなんです。いや、すげえな、マジ油断できねえや、この家。すげえ、ちょっとな、令和にこんな生活してる人いるんですね綺麗に食べおる、はい、いや、あんたが言う、え、すごい、ヘリまで食いますねいや、はい、ギリだな。ここまでが見るんだと思ってるんですか。あ、そう、まあ俺こっからウリだと思ってるいや、うまいな、たとえそれ。俺赤星のやつばっか見てたからさ、はい、まだまだ俺半分もいってねえと思って買ってみたら、あ、いいんだ俺と思って、うん、で、これ食べきった後に、うん、カブトムシにあげますから。赤星のやつ与えられたらかわいそうだな、ね、カブトムシも、うん、どういう動画。え、ごめんなさい。いやー、まあ、こんな感じでね配信もして、
ラーメンも作っていったりするので、ということで次回のマシマシ TV もお楽しみに。じゃんけん始まりそうなもんね。いや、じゃないですよ。じゃんけんつきます。いくよ。マシマシじゃんけん、マシマシじゃんけん、じゃんけんほい。また明日。明日。